手を磨くならスニーカーを磨け。どうもバスケットマンです。そんなあなたにはインニアフェイス。はい、ってことで決まっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ポン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 パーンってことなんですけども、はい、久しぶりですね、スニーカーを買ったんで紹介したいなと思います。行ってみましょう。レッツティップオフ。はい、ってことなんですけど、はい、やっちゃいました。どうしても欲しかったんで、はい、買っちゃいました。ということで今日紹介するスニーカーはこちら。はい、ってことなんですけども、はい、私がまあ言ったら買えなかったスニーカーをちょっと買っちゃいましたね。プラス1000円ぐらいで、まあ安いっすよね。プラス1000円ぐらいだったらまあいいかなと思ってます。早速開けてみたいと思います。の前にね、まあめちゃくちゃもう箱からめちゃくちゃスペシャルじゃないですかこれ。マジで超いいっすよね、横も。はい、すごいな、これはすごい。本当に超普通の、まあ、ミッドだから、あのいつものねナインホールの箱とは違うんですけども、とはいえ普通のブラックボックスじゃなくてめちゃくちゃいいじゃないですか。ミッドでここまでねスペシャルの箱をやってくれるとかね、ナインさんありがたいですね。本当にこれはね、なんか僕のイメージで全然なんか高くなってないし、もう高いから買うとかいう感じじゃないんですけど、僕はこれは名作の匂いがプンプンしますね。本当に後々これは語り継がれるスニーカーになるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。後々この辺も説明するんですけども、早速開けてみたいと思います。でん、いやー超いいじゃないですか。うわ、マジかっこいいじゃないですかこれ。はい、今日紹介するスニーカーはこちら、ジョーダン1ミッド。ああ、読み方が分かんないけど、デイオブザデッド、なんちゃらシンプルファミリアみたいな、イエーイってことなんですけども、はい、かっこよくないですか。もうとりあえず、まあ、シューレース3つついてね、まあ、3つこれめっちゃいいじゃないですか。まあ僕はあまりシューレース変えるタイプじゃないんで何もしないんですけども、うわーいいっすね。こんなの本当本当ナインホールで出たらえらいことになってましたねこれ。本当に箱からも分かるように、ちょっともう1個開けちゃおう。これはすごいな。よかった、安くてミッドで出て人気がなくて、人気がなかったのに私は買えなかったオンラインで、なぜかわかんないけど、本当なんかあのちっちゃいシャツはずっとありましたけど、27から 28.5 までは速乾でしたね。なんか全然なかったですね。うん、でもよかったな。ということでこいつなんですけども、まあデイオブザデッドということで、まあ毎年ね11月1日と2日かな、メキシコの死者の日を祝うお祭りのモデルなんですけども、ほんと超かっこいいじゃないですか。今までのデイオブザデッドちょっと違うな。ジョーダンかっこいいよねこれね。本当にもう細部にもすごい本当にこだわりがあって、はい。でこの箱なんですけども、はい、これもね基本的になんかいろいろ見たんですけども、なんか1428年から1521年にね、995年間栄えたメキシコ中部の文明ですね、はい、古代アステカ文明だったから、そこをイメージして作られてる、 そこのなんかあのミクトラルっていうね ものをモデルで作られてて、もうほんとすごいスペシャルな箱ですよね。この辺とかもね、もうこれまあデオゼットはドクロもありますけども、はい。でスニーカーにもね、あの箱にもこの何でもシンプルってものがちょっと分かんない、こっちのファミリアは分かるんですけど、はい、ちょっと言い方が分かんない申し訳ないですけど、まあこれずっと家族、永遠に家族ってことでね、死んでもねずっとあの家族でいましょうってことだと思うんですけども、はい、本当にこれ部族の感じがかっこいいですよね。でスニーカーなんですけども、これスニーカーは、はい、これジャガーとか、まあ、ちょいちょい牙とかあったりして、これはアステカの戦士、アステカ文明の選手がジャガーの選手みたいなのがいるらしくて、そのジャガーをイメージしてるらしいんですよ、この牙とか。はい、でここにもねトラさんがいるんですよね。ほんとトラさんがこれ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 、はい。で弓矢とかこの辺は全部あのその時の文明のねイメージで作られてると言われておりますね。超かっこいい。でなんかこのアッパーのところはトーボックスじゃなくてつま先ね、つま先はなんか魚の鱗みたいになってて、で、まあ、ここにもファミリア、家族で、こっちはあの永遠にとかずっとみたいな、ちょっとさっき言ったシンプルで、まあ、スペイン語なんですよね、英語じゃなくて。なんでスペイン語なんですかね、メキシコなのにね。はい、ちょっとその辺は、まあ、理由があるのかもしれないですけど、で中にもドクロとずっと家族みたいなのこれ書いたんですよね。ちょっと見づらいなちょっとね、はい。で、真っ赤でね、トーボックス、いいじゃないですか。で、アウトソールは真っ赤。
いや超いいじゃないですかこれ本当に。なかなかねこのねスウッシュラインを変えてくってことはこれ結構冗談にしては結構やりましたね。今までこんなことはあまりなかったですね。多分僕の記憶が正しくスウッシュを変えるなんてなかったですね。いやトラビスっていう逆はあったけど、このスウッシュ自体を変えてくるなんて、なんか最近あのカスタムスニーカー界で話題になってるウォーレン・ロータスとか、あとなんかちょっとフェイクみたいなスニーカーちょこちょこあるじゃないですか。あれはまあ、 あのオフィシャル出ててないからわかるんですけども、オフィシャルでここをいじってくるっていうのはないよね多分ミッドでも。だいたいそのアーティストコラボとか昔のねトラビスとかじゃなくてやつでもブランドのコラボでも、いやーここいじってのちょっと思いつかない。あったら申し訳ないんですけど、僕はちょっと今の段階ではこいつをいじってるような冗談ワンが見当たらないな。まあもうちょっとねすぐ忘れちゃうんで、もしかしたらあるかもしれないんですけど、いやこれはめちゃくちゃいいですよ。1万5000円ぐらいで買えて本当にかっこいいじゃないですか。いやまあミッドだから皆さんちょっとねあんまり好きじゃない方々も多いと思うんですけども、まあもうミッドでもかっこいいですよね。ナインホールドの違いなんてほんのこれぐらい、これぐらいかな。でここにジャンプマンがあるかないかと、まあ こいつはジャンプマンないんですけど、ないですね、ジャンプはないんですけども、であとこの単ね単がもうこうジャンプマンかナイキタグかっていうことで、まあその市場価値が上がる上がらないが、まあ、ほぼほぼ決まるんですけどね。もっとまあ別にこいつが上がんなくたところで超かっこいいもかっこいいですけどね。このねラスタカラーみたいな感じでね、この弓矢もね出た当時から僕はいやこれどうしても欲しいなと思って買ってしまったんですけども、いやこいつは最高ですね本当に。はい、ということでですね、今日はですね、久しぶりにスニーカー買いましたね。今年はそうかな、そう今年はそんなにスニーカー買ってないですね。でもね前半戦買ったスニーカーでベストランキングとかやったんですけども、ちょっとね漏れてて、あの神風とか、あとそうあれも今年買ったもんでしたね。あとはあの NBA オールスターズのモデルとか、結構そのナイキじゃないやつをちょっとちょこちょこ買ってるったんですね。それをねちょっと僕漏らしてましたね。ちょっと申し訳ないですね。はい、ということで今回ですね、ジョーダン1ミッドデイオブザデッドのモデル、あシンプルレッドファミリア、ちょっとよくわかんないですけど購入いたしましたということで、はい、やれるかっけ。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!